スターバックス、アイスラテと、これがツナサンドイッチだね。じゃあ今日はこれを買ってイーストコースパークに行きたいと思います。イーストコースパークはシンガポールの、東海岸に位置する国立公園になってまして、まあ、見てもらっても分かるんですけど、こういったサイクリングされてる方だったりとか、まあ、ジョギングされてる方に非常に人気のある公園です。公園内もすごく広くて15キロぐらい敷地があります。まあ、ジョギング以外にも、まあお子様用の大きな、プレイグラウンドがあったりとか、まあ、こういった海岸沿いなんで、まあ、釣りをされてる方もいらっしゃいますし、まあ、他にもバーベキューができる施設があったりとか、中にはキャンプをされている方もいらっしゃいます。まあ、ただ今、まあ、見てもらっても分かるんですけど、公園のありとあらゆる場所にネットが敷かれてまして、まあ、今これコロナ対策ですよね。人が集まれないようになってます。現状シンガポールだと、外だと5名以上で集まっちゃいけないっていう風に今言われてるんで、まあ、そういった対策のためにいろんな場所にネットがこんな感じで敷かれてるような状況です。まあ、でも公園内は広いですね。ここが子供用のプレイグラウンドですね。いろんな遊具があります。プレイグラウンドのすぐそばにはこういったマクドナルドだったりとか、あとはご飯が食べれるこういったレストランだったりとか、あとカフェとかもいろいろあります。コーヒー瓶とかもあります。